こんにちは。新鮮堂薬局、鈴木邦明です。今日は、多価不飽和脂肪酸の体の成長へ与える影響をという話をしてみたいと思います。オメガ6っていうのは過剰が困るんであって、適切に取らないとそれはそれでまた問題がある。でも、1日2食普通に食べていれば十分足りてしまう。オーバーになることがほとんどですので、食べ物を選んでいかないと過剰に取りすぎてしまうことになる。そういうことを繰り返し、申し上げてきました。で、それを前提にすると、スーパーの油コーナーっていうのが、オリーブオイルとかキャノーラ油、大豆油、コーン油、ごま油、えごま油など、いろいろ並んでますけれども、買っていいものはえごま油とアマニ油ぐらいですね。で、これ何人かの方にもうなあのここ1年は1年2年はないんですけれども、コロナの前ですね、このえごま油とかを使っていただいて、家族の子供さんのためにね。で、お母さん喜んじゃって、あまりの効果に、10日間チャレンジやってもらってる時にこのえごま油使ってもらってるんですけど、その効果に本当にお母さん喜んじゃってね。私の言ったことを忘れて、加熱調理に使っちゃった方が何人かいるんですよ。見事に1ヶ月ぐらいで転落してきますよ。せっかくもう大喜びしてくれたのに、1ヶ月後にはね、加熱調理に使ってしまうと、とんでもないことになりますので、本当これはもう生です。で、何度も言いますけれども、酸化しやすい油ですので、1瓶は必ず3週間で使い切ってください。ね、開封したら3週間です。最長で1ヶ月だと思ってください。あったかくなってくるので、もうこんあの外に置いておくと、外って冷蔵庫にしまっとかないと、本当1ヶ月多分持たないと思いますので、その辺ご注意ください。で、2つ目は、そろそろ本当タイムリミットが近づいてきましたので、食料品と日用品の備蓄を急いでください。で、特に必要なのは主食である玄米ですね。白米だともう絶対に腹持ち、腹持たなくて腹減っちゃうんで、1日2食以下にしなきゃいけないということを前提に、笹錦玄米を無農薬のね、選んでください。あと、今後必須脂肪酸ですよね。足りなく摂取源が基本的に魚とか先ほどのエゴマになってくるので、今後、食料が不足した時に必須脂肪酸不足にならないように、魚の缶詰は必ず、大量に、買うようにしてください。参考までにトップページ降りてきてですね、ここにタイムリミットが近づいてきました。安心安全な保存食を備蓄、急いでください。というページを改めて作ってありますので、そちらを見て、できる限り大量の備蓄をするようにしてください。で、今日の話ですけれども、こちらですね。オメガ6は適正に取らなきゃいけないんだよということですね。重要な働きをしてますということを、ちょっと今回はご紹介したいと思います。とにかく、これも何度かご紹介してますけれども、オメガ6が不足し、あ、過剰になり、オメガ3が不足すると、もう一生いろんな問題がついて回るということなんです。そこをね、再度ご確認ください。今、すでにね、お子さんが大きくなった方ならば、もしかしたら、ご自分の、赤ちゃんがお腹にいるときですよね。いるときに、ほとんどの場合、オメガ6過剰になっていたはずですし、オメガ3が不足していた場合にですよね、本当、妊娠期から影響が出るということをね、改めて、お分かりになられたんじゃないかなと思います。ですから、例えば子供がアトピー体質で生まれてきたんなら、ご自分が赤ちゃん妊娠してる時に、
あれですね、オメガ6過剰だったっていうことですよね。はい。まあ、あとは子供ができないで、ね、あのなかなかあの不妊治療やってもあのなかなか結果が出なかったという方 もうそういうことですので、もし今不妊治療をしていらっしゃるのなら1日も早く10日間チャレンジを、やってみるのをおすすめします。はい。成長期によるオメガ6の働きですね、本当あの足りなきゃ足りないでこれは問題になりますので、その辺の話を今からしていきたいと思います。とにかくですね、サラダ油を取るとこのリノール酸をもう大量に取ることになるということで、でそのリノール、まあアラキドン酸っていうのはもう肉とか魚を食べればあの取れてしまうもんですからね、まあそういう意味であのリノール酸のを大量に取ってしまうと結果的にこのリノール酸がアラキドン酸に変換されるので、アラキドン酸過多という状態になり、アラキドン酸カスケード、あの滝のように次から次へとあの連鎖反応で、いろんな弊害が出てきてしまうんですけれども、それがあのこういう、ね、問題につながるということです。で、まあ、ここ、大事なことなんですけれども、リノール酸がアラキドン酸に変わる、アルファリノレン酸があの EPA、エイコサペンタエン酸とか、DHA、ドコサヘキサエン酸に変わるんですけれども、その時にあの同じ酵素を使ってるんですよ。ですからあのリノール酸過多になってくると、このアルファリノレン酸からエイコサペンタエン酸に変換される、変換するためにもうこっちであのいっぱいあの酵素を使われちゃってるので、この変換がうまくいかなくなる、まあ、ただでさえ低い変換率が余計にうまく変換できなくなってくるということがあります。ですからあのオメガ6を減らした上でオメガ3を意識して増やすということをやらなければいけないというのはそういうことなんです。はい。まあ互いに拮抗するということですね。同じ不飽和化酵素や反応によって代謝されるため互いに拮抗すると。でその上で、この、まあ、EPA もアラキドン酸も DHA もそうなんですけれども、細胞膜に取り込むときにはあのこっち側のオメガ6を優先する酵素もありますので、とにかくバランスを考えて摂取しなければいけないということですね。で、これ、今からご紹介するのはあのリノール酸とかアルファリノレン酸を、アラキドン酸や EPA や DHA に、体内で、産生することができないあのノックアウトマウスを使った実験のご紹介です。で、脳組織を含む体の著しい成長期である授乳期間から各脂肪酸の供給を調節できる人工飼育法とノックアウトマウスを組み合わせることで、各脂肪個々の脂肪酸の役割と相互作用の評価を可能にしたと。で、多不飽和脂肪酸としてリノール酸、アルファリノレン酸のみを添加したコントロール乳と、それにアラキドン酸、EPA、DHA、アラキドン酸と EPA、アラキドン酸と DHA の各脂肪酸をそれぞれ、添加した、そうですね、人工乳を調節したと。で、対象群としては野生マウスにコントロール乳を与えたと。一応整理して書きましたけれども、これがこのリノール酸とアルファリノレン酸だけ与えているやつです。でこれが本来だったら体の中で代謝して EPA や DHA とかアラキドン酸になるんですが、それができないノックアウトマウスですね、変換できないあのもうマウスを作ったので、この一番のマウスの体内には EPA と DHA が入っていかないということですね。もちろん入っていかないみたいな、変換できないので、それが、まあ、完全に不足した状態になると。でこの2番目のマウスの脳にはアラキドン酸を、3番目は EPADHA と、まあ、こういう形で増えていくって形ですね。で野生型マウスは当然、このリノール酸とアルファリノレン酸をあの体内で代謝できますので、自然にアラキドン酸 EPADHA ができるという状態です。はい。で、ノックアウト群は
野生群と比較して離乳の3週齢以降から体重増加が顕著に抑制されている。だからアラキドン酸と DHA、EPA ができない、ノックアウトマウスは体重が増えなくなっているということですね。アラキドン酸を含んだノックアウトアラキドン酸群やアラキドン酸を含んだ群か、ね、この、アラキドン酸だけの群、アラキドン酸と EPA の群、アラキドン酸と DHA の群ですね、は、野生群と類似の体重推移をした。KO-DHA 群と KO-EPA 群ではコントロール群よりも体重増加は示すものの、アラキドン酸を含んだ群には及ばなかった。で、6週例以降、徐々に、増加量は低下した。ってことですね。これが、コントロール群。一番初めのアラキドン酸と、アルファリノレン酸とリノール酸だけの群ですね。で、こっちが、これが DHA のやつ。で、ここまで来ると、これがアラキドン酸のやつですね。まあ、ちょっと重なってるんで、はっきり分かんないですけど、まあ、DHA の群は、アラキドン酸の群に比べて体重増加が少ないと。で、こっち側の、体内にアラキドン酸も EPA も DHA もできない群は、もう体重増加が本当に少ないということですね。高不飽和脂肪酸がリノール酸、アルファリノレン酸のみでは身体成長には不十分であることが確認された。アラキドン酸不足となるノックアウトコントロール群および、KO-DHA 群では週齢を重ねるに従って貧血に起因した四肢自戒っていうの自戒の白色と血便直腸温度の低下が確認されたということで、オメガ6、リノール酸もアラキドン酸も必要なんだよという、今回お話をしました。というのは、何でしたっけ？私の言い方悪かったんですかね？ミルクのアラキドン酸が入ってるやつを買った方がいいのか、それともアラキドン酸が入ってないやつ買った方がいいのかという質問がまた来てたんですよ。で、少なくとも言えることは、未熟児出産で、母乳がの出が悪い方ならば、そうです。未熟児出産で母乳の出が悪い方は、必ず、魚油とアラキドン酸が入っているミルクを買ってください。で、運よく、おっぱいが出るという状態、未熟児出産でおっぱいが出るっていう方は、リノール酸過多の、食事をしてきたはずなので早産になったってことは、でその方はもう徹底的に10日間チャレンジを今すぐ始めるべきで、で、だからその場合にですね、母乳より、ミルクの方がいい可能性もあるんですよ。ね、尿酸過多になっちゃってるんで、まあただ今すぐ DHA とか、食事の方で10日間チャレンジやって、余分な、サラダ油とかね、植物油脂とかそういうのを取らないような状態にして、DHA、EPA、あとは、エゴマなんかを使って、アルファリノレン酸を補うようにすれば、比較的短期間に、あくまでも、ちゃんと10日間チャレンジやったらですよ、比較的短期間で、に母乳中のそのオメガ3が増えますので、その意味で言うならすぐに食事改善して10日間チャレンジやれば母乳育児で大丈夫ですよね。だからあとはとにかく母乳の出が悪い場合には基本魚油とアラキドン酸がしっかり入ってるやつを購入すると、母乳プラスミルクの場合にはどうすればいいんだろう。ちゃんとした形で、
臨月、十月十日近く、ちゃんとね、お腹の中にいてくれたような赤ちゃんならば、お母さんの状態が基本いいはずなので、まあ、母乳プラスミルクっていう形で、やっていくときに、まあ、普通にやっぱこれ入ってていいってことですね。うん、そうですね。はい。まあ、とにかく一日も早くサラダ油を使わないようにしていきましょう。で、できるだけ、まあ、肉ももうすぐなくなると思うので、もうすぐというか夏頃にはなくなっていると思うので、サラダ油も使う必要はなくなってくるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、でも一日も早く、やめるに越したことはありませんので、はい、ぜひ、注意して、お過ごしください、それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。Thank you.